ご機嫌いかがですか、水野浩です。さあ、今日いよいよこれからですよ。あの大ヒット作、ランボー3、怒りのアフガン、ついにテレビで皆さんと一緒にこれから見ることができるわけですね。もちろんテレビ初登場でございます。ランボー3、怒りのアフガン、主演はシルベスター・スタローン。彼の戦いは常にたった一人で行われていくわけですが、今度はなんとアフガニスタンの奥地へ乗り込んでいくことになるわけですね。と言いますのは、上官がアフガンの奥地に捕らえられてしまっているわけですね。彼を助け出すために彼は乗り込んでいくわけです。時あたかもですね、ソ連軍のアフガン侵攻はクライマックスを迎えている真っ最中でございます。まあ、ランボーはですね、解放軍の手を借りまして、そのソ連軍と大アクションを展開することになるわけですね。実際のソ連軍のヘリコプターだとか、あるいは戦車がですね、どんどん登場して、まあ、今までに見たことのようなものすごいアクションがいっぱい展開してくるわけですね。ロケーションがですね、なんと4ヶ月かかったわけです。そしてセット撮影だとか、あるいはポストプロダクションを加えますと合計1年間の撮影がかかったそうでございますね。そしてなんとイスラエルから始まりまして、バンコク、アリゾナへと世界的な規模で撮影が行われたわけですね。制作費がなんと5000万ドルです。と言いますと、日本円に直しまして70億円ですね。まあ、シルベスター・ストロン映画の中でもですね、一番お金のかかった映画、まあ、最高最大の巨編ということが言えるわけです。そのランボーする怒りのアフガン、今日これからいよいよ皆さんと見ることができるわけです。ごゆっくりとお楽しみください。はい、いかがでした。まあ、今日の映画の監督さん、ピーター・マクドナルドといいましてね、スターウォーズ2だとかランボー2の第二班監督がやってたわけですね。その才能を認めてスタローンが大抜擢をしたわけですね。特に私驚きましたのはですね、ソ連製のヘリコプターだとか戦車がどんどん登場して、それを大爆発、すごいですよね。これどうしてかと言いますとですね、中東戦争に対してソ連軍がどんどん支援をしましたね。それをイスラエル軍が捕獲して、今日の映画のプロダクションの社長さんがそれを買い取って撮影に使ったんだそうですね。この間スタローンに会いました。その時に彼の最新作のロックアップという作品がございまして、日本ではお正月に公開されるんですが、それをぜひ見せてくださいと頼んだわけですね。そしたら社長さんのうちの試写室でご覧に入れましょうということでね、招待されたわけですね。行ってみましたらですね、こんなすごいですね、ガードマンが銃を持って10人ぐらいいるわけですよ。どうしてかと言いますとですね、イスラエルからそういったソ連製の兵器を買ったから、これはけしからんということで、反対側からですね、脅迫電話なんかいっぱい入り込みましてですね、そのためにガードしてんだそうですね。映画を撮るのも命がけですね。さあ、いかがだったでしょうか。さて、それでは次回の作品をご紹介しましょう。インディ・ジョーンズ魔球の伝説です。ついこの間劇場でインディ・ジョーンズ最後の先生が、まあ、大ヒットいたしましたね。さあ、その映画よりますます面白いこの映画、インディ・ジョーンズ魔球の伝説です。これはもう本当に面白いこと、面白いこと、追加追加とアクションの大連続です。ローラーコースタームービーの最高傑作、インディ・ジョーンズ魔球の伝説、お楽しみに。
水野晴郎の映画がいっぱいです。さあお待ちかね、戦場にかける橋2、いよいよ劇場に登場です。監督はジョン・フォード監督のマネです、アンドリュー・V・マクラグレン。そして主演が中田達也とエドワード・フォックス、名優同士の顔合わせです。さあ、凄まじい迫力とスケールで展開する戦場にかける橋2、この秋いよいよ劇場でお楽しみいただきます。いやー、映画って本当にいいものですね。それではまた金曜ロードショーでご一緒に楽しみましょう。